インポスター、イビル発行。ユイさん切っても死に出ないぞ。めっちゃキルして、いやきついか。ナイスナイス、ナイス、いいな、さすが名探偵。ユイさん邪魔しました、直すの。え、サントスさんの前に私がさ配電盤ついたから、うん、サントスさんねえ後から来ました。邪魔したことの否定はないんですよ。なんか言葉が足りないのよ。でもほら、え、じゃあどこが最後に上がったかは。ここ二人死ぬわ。真ん中と左でやり合ってましたよね、ガチガチに。いいでしょう。はいはいはい、そうきましたね。まあ、多分ちなみに直したの僕だと思うんですけど。ええー、忘れちゃったけど。第三陣に来た。エンジンは気泡すぎん。消えたってことはコミュ前に来たのか。うん、そうね、コックピット2人、ミーティング、まあこれはボトゥン押してもらいましょうか。うわー、ナイスー。いや素敵やん、素敵やん。ほんのちょっとだけアドミン見ました、ごめんなさい。1秒くらい削れてるかな。おーい、ボイーン。18秒。シャワー2か。やったー、ナイスー。あらおろおろおろ、おしまいです。おしまい、おしまいだこれは。まあ多分倒れタスク前にいたよな、それかメインにもう抜けてるか。4番、下位置偽装はないです。僕も今メインからエレキに下って下位見てるんで。どっちの下位でしたっけ。リンさん、リンさん、リンさん、ゲンさん多分下位証拠機右、うん、いほう。ネロちゃんとシントロ君は同じ方向からじゃないの。僕はアプロ、席アプローチしてから行ってます。で直前にユイさんが、ま、アップロード停電のタイミングだったんですけど一緒になってるんですよね。ゆいさんが先抜け、俺が後。ゆいさんがどっち行ったか分かんない。で、藤宮も石油に行った、うん。テープタスクやって、最後キッチンで赤目たと会ってるので、
エレキの方、あ、てか両方無理かな、亀田さん。うん、ただ、2人とも貨物脇だもんね。うん。貨物脇？ああ、そうそうそう。で、安倍サントスが貨物の上側行って、僕そのままラウンジアーカイブって感じなんですけど。ゆいさん、定歴の8、9あたりで俺合ってるよね。スノパイさんいたっけ？うん。私、貨物脇で、リンさんとゆいが下下がってて、エレキって勝ちタスクやった頃にはもうリンさん見失ってたんだけど、レバーやってたかな多分リンさんは、うん、あでもねリンさん一回メインに上がってきてるよ。あそうなの。僕がその除染の浴びてる時にメインにいて、でもそこからエレキに下ってるから、僕シェリフなんですけど、お素晴らしい。停電開け、あ停電なった頃にはもうキルクラ開けるぐらい、これ8号1回降りてるんで、うんうん、1秒ぐらいロスがあるとして、アップロードし始めたタイミングに開けたぐらいだったから、停電になったぐらいには開けてるかな、うん、っていうことだった。アベレージ君も両キル無理かな。ミーティングボタン前まで行ってるんですけども、うん、ヌーンで右から左に行ってて、宿舎の右の扉が閉まってます。ヌーンで右から左に行った？右から左に行ってます。でも梅健さんの減産した予測位置が右なんですよね。ネロちゃんがタオルタスクして減産配線やって、僕はアーカイブ行って、本タスク一冊やったらすぐやってるぐらいですぐ減産がアーカイブ入ってきて、うん、で左に確か昇降機右に入っていって、でその後僕は本タスクやってる時、アベレージ君がラウンジからアーカイブ来た、で減産がこっちに出てきておらず、多分停電の方直してに行ってると思うので、ちょっともう一回話しません。配電盤前ってこと？もう一回話しません。まあでも減産の方が積みやすそうではあるね。減産、うん。停電は誰が直したんだっけ？いないんだっけ？じゃあ減産だ。あ、じゃあ減産じゃない。配電は開いてるから。じゃあ僕が話します。俺、ボタンないんで、小見さん行きますか。はい。小見右扉とヌー見ておいてください。はい。まあリアクター鳴らして、キルしてもいいか。キルしちゃおう。ちょっとキルペまずいんでね。キルできねえな、さすがに。リフトで来たやつだな。はい。はい、ナイボーイ。じゃあ証拠を右で話しましょう。証拠を右で話すときに、うん、弾けるのがユイさんと藤宮は多分届かないと思います。うん、キッチンで赤目と当たってるし、だとするあ、そうだね。赤目と藤宮、ユイさんは弾いて、アベレージと誰だっけ、うん、ミーティングの方だって、私がミーティングじゃない、ミーティング私、僕は貨物ラウンジアーカイブで梅健さんあって、あ、シャワーでタスクやって、もう一回梅健さん見て、最後女性には入ってます。あ、了解了解。阿部梅がその辺にいる。で、サントス慎太郎さんは、あ、僕はそのエレキにいて、うん、でまあ、ほぼ同時発見みたいな感じでもなってるんで、その4番にあるリンさんの下へ見て、レポ光って押そうと思った瞬間に、先にネロちゃんがレポしてる感じですね。赤目田さんって白出てるっけ？出てる。赤目田さんは藤宮からしえ、サントスさんってラウンジからどうやって来ました？ラウンジから来ました？普通に徒歩で行ってる、貨物に。うん、うん、貨物は一緒にワイト。で、結構すぐ抜けてる。アーカイブにタスクないから。停電前後の話が聞きたいんですよね、サントスさんの。停電なる前からもう私渡ってます、リフト。ああ、なるほど、ね。前なら納得かな。あのね、相当早く行ってる、ミーティング配線をやりたかったから、はいはいはい、相当早く抜けてます。じゃあ、ゲインさんが行く前にもう渡っていってるな、それが本当なら。だってボタンはなかったんですか？ボタンはミーティング配線やって奥やって押しに戻ろうとしてボタンです。相当早くやりに行ってるにしてはボタンならんかったなと思いますけどね。あ、そう。でもね、俺停電を貨物に直しに行こうとしてて、で配電盤たどり着いたぐらいで直ったんだけど、その後給油始めたぐらいまでしか時間は経ってないよ。でもミーティングに長いこといたっていう主張なんであれば、何個タスクやってんのって俺思っちゃいますけどね。どっちにしろサントさんは怪しいですよね、原作の方で。うん、っていうかまあ浮き一だから、うん、まあ、まあ容疑者多分僕かサントスさん、そうね、もしくは梅健さん、いや梅阿部じゃない、梅健さんだった場合は、まあ、そこお互いに見なの、梅阿部って。そこ二人はどうなの。アベレージ君は原さんが下位置が昇降機右の下のとこだったら届かないですね。
僕目線だと梅健さんだったら多分先に梅健さんがやらないといけないから、うん、あ違う、佐藤さんが抜けて源さんが後から来て梅健さんがやってアーカイブいるは一応あるか。停電の後に死にあるの、うん、停電の後、停電の後にアーカイブ下で見合って最終僕はラウンジ配線までしか行ってないからアベレージ感届かないと思います。サントスさんつってもいいかなって思っちゃったけど、わかる、うん、サントスさんの方が怪しい、この2人よりは。まあでも浮いてるからね、しょうがない。あで源さんの下位置行ったのも僕なんて。そうですね、そうですね、まあまあ、とライン切りをしておく。この段アップロードってやったっけな。いやごめんなさい、レポート僕の方が遅かったですけど、ミーティングでサントスさんがネロちゃんキ。あれでも赤目田さんって富士宮から白でしたよね。赤目田さんが現行犯なんだけど、赤目田さんは初手キルは富士宮視点で2キルとも無理なんで、あじゃあ赤目田富士宮です、まあ、普通にサントスさんでいいと思います。あ赤目田富士宮、はい、これミーティングダブルキル、いやわかんない、あ、新太郎今回アベレージ梅剣無理です。うん、今回アベ梅隠しろ。はい、あ、慎太郎さんは一応死人出すならコミサドナル 3,4 秒前に武器庫を下っていった、下、キッチン側下っていった、うん、かな、ゆいさん合ってます？ごめんなさい、もう一回言ってもらっていいですか。慎太郎さんってコミサドナル前って武器庫からキッチン側行ってますよね、うん、行ってます、行ってます。あ、オッケーです、オッケーです。で、赤目田さんとネロちゃんが今並走してコミュ直してから宿舎の方まで行ってるのを見てて、なので、いやこれね、いやゆいさんこれ多分ね、私が一番黒いって話だったから、私がいるのを見つけて目の前でシェリフ、いやいやっていうか、あの原産キルが慎太郎さん結局死んだんで、うん、サントスさんつってでいいと思いますよ。まあそうね、安倍梅素晴らしい、うん、の共同もしくはサントスさんしかないから、いやだから藤赤だって、赤松さんの白が藤宮からしか出てないから、いやだからネロちゃんから最初に貨物湧いた時に僕ら上行って、上行った上行った上行った、そうで藤見赤目田が下行ってるから、そうエレキまでは一緒に、まあ赤目田さんの死人は俺しかないけど、うん、ネロちゃんから俺の死人が石油で出てる時点で、まあ原産キル藤井赤目田どっちもできないかな。いやアベレイさん白だと思うからアベレイさんに訴えかけるんだけど、貨物の弁当からシャワー飛んで、シャワーはメインでメインの弁当から飛んで配電盤直してるとか切れるから、別に下ルート行っても切れるよ赤目田さんは。あるけど、で富士赤でライン繋いでるみたいな感じだと思うから、ピョンピョン飛んでね、そうで富士宮からしか出てないから、もう目の前で切ってるから実践ではインポスター確定なので、いやいや赤目田さんが弁当じゃないこと私が証明できますよ。あじゃあ3人外です。あ、じゃあゆいさん、あの今のキルじゃないよ、弁当の話は。あごめんごめんごめん、だからそうそう、ごめんなさい、ごっちゃになってると思うんで、これとりあえず誰が一番白い今この状況で。梅剣、まあ今日は、うん、あそうだね、まあ今日は赤目田さんどうすで決めてください。もうお互いインポスター、インポスターしかないので、うん、あ間違えた、まあまあ間違えた、間違えた意味に決めた、まあ間違えたら負けるだけなんで、全ゲームそうよそうなのよ、それは僕らがやってるのはね、間違えたら負ける、負けたら負けるんですよね、負けたら負けるか、うん、ちょっとタスクがきつそうやな、うん、キル狙っちゃうよ、届くかな、あれ米直しました今回、はい、メケンさんは序盤にメインにいましたね、なんか米サボの方向かってると思いますよ。嘘、メインのとこ
僕が配線やってる時に梅健さんが除線から出てって左の方走ってたと思うんで、多分左側行ってると思います。俺エンジン脇でメイン入って、でメインエンジンカーの扉俺が開けてメインの中にいて、除線やってて暗室やって、でコミュサボ直しに今エンジンの真ん中に行ってて、メインシャワー管の扉は多分開いてないはずだから、まあメインシャワー管は分かんないですけど。あ、ごめんなさい、先にタスクってどうですか。タスクは厳しいね。あ、悪い、俺はねちょっと30じゃきついかな。30じゃきつい。ゆいさんはタスクってどうですか。多分次行けます。あ、次行ける。はい、ね、まあ、基本スナパイさんと対抗でいいとは思います。そうだね、富士砂の対立でしょ、うん、マジか、ま、間違えるのがだるいから。スナパイさんって1個前のキルってどうでした。さっきのネロちゃんと慎太郎さんの方のキル、ネロちゃんと慎太郎さんキルの時はメイン脇エンジン金庫でドアは2回開けてる、で最終的には金庫のダウンロードのところから右に移動している。ゆいさんでスナパイさんとすれ違ってます。合ってる、合ってない、合ってる、え、合ってる、合ってる、金庫で合ってるよ。ちょっと先にあの、今日僕がインポスターだった場合ってスナパイさんつってもタスクでいけると思うんですけど、僕がクルーだった場合がタスクが無理なので釣りは入れてほしいです。タスク間に合うなら全然飲みます。俺がね終わんないから。まあ、てかスナパイさんがその飲むっていう発言がそもそもおかしくないですか。タスク間に合うならって言った。ゆいさんとスナパイさんってさっきのターン合ってるんでしょ、金庫の中で。合ってない俺は。あれ、でもゆいさんはごめん、1個前、え、死体が上がった時だよね。死体が上がった時は合ってるよ、最後金庫で合ってるでしょ。だったらもう藤宮さんしか左の審査を切れる人いないんじゃない。スナパイさんがダウンロードっぽい位置に行ったまで。いや、そもそもサントスさんを疑ってるから、9人番目でサントスさんを疑ってて投票もしてることは考慮してほしいかな。こうなると赤メタさんマットもあるから、ちょっとアベレージにね判断してほしい。俺はスナパイさんに入れるから。苦しい、まあ、不死身やだと思うけど、ええ、これスキップ誰。ごめんなさい、拾った。ユイさんタスクはね終わんないですね。ガチャスク、ガチャスク、ガチャスク、ガチャスク。まあ即キル即リポやな。うん、ハハハ。藤宮だけど的いんのかな。ねえ、言ったじゃん。ねえ。どっち？ごめんごめん。まあ、スキップしてます。待ってごめん。いや、あ、マットいるわ。いるんで、だって。はい。もう。いや、お前じゃ。阿部じゃん。うるさいわ。タスク。タスクどうやろうな。コミサボも鳴らしてるし、厳しいと思いたい。あー、ミーティングのやつがな。ください。ちょっとなんとかなんとかなんとか。間に合うかな、ゆいさん。ハラハラするね。諦めないでくれ。惜しい。俺は多分もうタスクの位置は分かってると思うんで。うん。エレキか。だってエレキのレバーか。ああ。ピー。
ナイスー、危ねー、殺してくれー。ラスト場所どこでした、タスク。もう貨物なんだよ。貨物か、危ねー、危なかったー。ごめん、脇に助けられたな。よかったね。いやスナパイさんもナイスです。いやお疲れ様でした。いやもうすいませんでした、タスク全然終わりませんでした。はい、ナイスナイスバイチョーでした。よかった、用心外だったんですね。うーん、いやー、原産キルどっちですか。私サントスさん。あーサントスさんか、うん、で、うん、エレキが藤宮君か、うん、はいはいはい、髪切りが通ってるのか、エリカ。俺らがじゃあアプロート行った瞬間に切ってそのまま、そう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 、U ターンして、うん、はいはいはい、強いなそれは。髪切りが全然疑ってなかった、藤井は。疑ってなかったな、まあ、サントスさんもね、ちょこちょこ殴ってたからね、うんうん、早い段階でね。うまい、シェリフ来て速攻退場しました。ハハ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 ハ